皆さん、学校に行ってる皆さん、給食美味しいですか？あなた美味しいですか？給食っていうのはね、必ず決まってますので、その日のものはね、ちゃんと食べなきゃいけないんですが、今日は、はい、その給食を自分好みのメニューにしてしまおうということで、理想の給食を食べたいと思います。イエーイ。結構前にね、理想のお弁当っていうのを作ったんだけども、はい、それの給食バージョンです。いいね。そしてじゃじゃん、牛乳、わかめご飯、揚げパン、ソフト麺、うん、こういうのはよく学校であるやつだと思うんですが、はい、それ以外のものを見てください。すごいですね、はい、すごいでしょ。デザートまであるの？見て、しかもこれパンなの。かわいい。食べちゃえ。あ、パン。しかもちゃんとこう食器ももちろんいいですね。ということで、世界に一つしかない給食になるかもしれませんということで、はい、いや、自分たち選んでいきたいと思いますが、一人ずつ選んでいきましょう。え、誰がいい？こういう順番で机にこう回っていく感じで。いいね、なんかビュッフェみたいな。ということで、今日限り私のことを給食のおばちゃんと呼んで大丈夫です。いいですか？おばちゃん。ババア。今日だけおばちゃんという言葉を許します。おばちゃん。あ、どうしよう、給食の姉さんにする？おばさんの方がいいじゃん。いや、でもおばちゃんの方が年上になるから、おばちゃんにしよう。おばちゃんっていうということで、じゃあみんな理想の給食を一人ずつ作ってもらいます。じゃあ、あくんから。あくんからどうぞ。いや、まずはみんな大好きプリン。お、プリン、プリン来ましたね。やっぱ定番だよね。あれ、牛乳はどうですか？おばちゃんが言ってるよ。うん、どうしよう。いつも牛乳あるじゃない、給食に。うん、好きじゃん。あー、でも飲むらしい。唐揚げ。唐揚げ。唐揚げ食べて。はい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 。学校では数限られてるけど、好きなだけ食べる。2つ。え、3つも行くの？他にもいっぱいおかずあるからね。そうだよ、おかず。おお、いいね。ローストビーフもありますよ。わお。ポテトに春雨サラダ、肉団子。春雨サラダもあるよ、あっくん。給食のね、春雨サラダ、あっくん大好物なんですよ。どっかでね、レシピとか教えていただけると本当だ、ね、嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。お、お、コッペパン。揚げパン、揚げパンだ。お、鍋くん行く、行 く, 行くの。え、意外だね。食べるの。ねえ、私、あっくんが大学芋食べるの初めて見る。本当に嬉しい。いや、ちょっと食べたことあんまりないから、チャレンジしてみよう。え、その気持ちが嬉しい。これ、これチョコ。これクレープチョコです。これクレープだ。でも、あれだよ、残しといてもいいんだよ。なんで？おばちゃん食うからだよ。選ばなくても大丈夫。ダメだ、おばちゃん残しちゃダメだ。もっと栄養がある方がさ、いいんじゃないですか？確かに。違う、こういう時だからこそ好きなのを食べるんだ。うん、そういう企画なんだけどね。ポテト。普通に食ってる。食べて選んで。試食だ、試食。ちょっとポテト何個かな？2個、3個。じゃあ大学芋のとこ。ちょっと枝豆。おー、枝豆もいく。あ、卵焼き。何個いきますか？2個。 OK。で、間の空いてるところにデザートかな。いや、けど俺デザートクレープ。クレープ、クレープ。いっぱい置きすぎてちょっとデザート置けないじゃない。あら、そういうことはおばちゃんのものになっちゃう。ま、まちゃんプチシュー食べたいの？うん、プチシューとかじゃない、全部食べたいに決まってるでしょ。ということで、あとはまだ行く、シャインマスカットのここと、おー、なんだ。オッケー、完成。完成。今の作完璧じゃん。完璧ですか。続いては誰ですか。じゃあ、ナナ行きましょう。これって言ってくれればおばちゃん取るよ。しっかりおばちゃんだ。何がいいかい。あげ、何個。え、なんか猫じゃらみたいなやつがいるけど。3個。3個。みんなやっぱ唐揚げ好きだね。唐揚げといえばね、給食の三大好物ですよ。ナナはプリンじゃなくてヨーグルト選んだね。なるほど。もう給食の三大メニューといったら、唐揚げ、揚げパン、カレーじゃない？
うーん、まあでも人気だよね、絶対。あと何行く？ナナ。お、わかめご飯。いいねー。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。保育園の頃から好き。好きだよねー。もう、わかめご飯はね、大好きでした、私も。ジョニーも好きなんです。大好き。卵。卵。卵？うん。はい。あとは大学院。おえ、これもしかして嬉しい。また初めて。嬉しい。そう。すごいね。人気じゃないの。大学院もたまに出るけど好きだよ。そうなんだ。お家で食べないのに。あとはデザートも来ましたね。お、またプチシュー。人気だね。やっぱブドウも人気だね。ブドウ人気だね。ブドウ人気ですね。ポテト。ポテト。ポテト。早くして食べたいよ。食べたいね。おばちゃんがやってるだけあってちょっと盛り付けいいですね。お。完成。ナナの理想のお弁、給食だね。理想の給食完成でございます。そして最後に。中学生になった大ちゃん、中学生になってちょっとあの給食の中身も変わったんじゃない？うん、まあ何とか食えてるかな。おお。さあそんな大ちゃん、何の給食にするんでしょうか？もうね、決まってるよ。なんだろうなんだろうなんだろう。もう学校では絶対出ないんだよ。おおおおおお。おえ、でっかいエクレア。あのデザートから選んでるけど。本当だね。だいこっちの方がいいんじゃん。給食だよ。だってあ2本いっちゃった。実はね、ねあの主食大事だから。ケーキも入れとこっかな。おおおお、甘い甘い、甘すぎない？あれ、先生そんなに甘党だったっけ？で、ここで、うん、甘いのだらけじゃ口があれだから、ここでちゃんしょっぱいのもいい。お、順番が逆ですが、お魚行こっかな。おお、お刺身。すごいね。デザートの次お刺身。給食にお刺身が出たことありますか？絶対にない。絶対にない。ないね。おお、まあ2枚でいいかな。なるほど。あとコロッケ。これおお、でけえな全部が。まあ唐揚げ。うん、ここにね、ほいほいって置いて。唐揚げ人気ですよ。うん、揚げパンか。なんか長いのいっぱいいくね。確かに長いのばっかり。これでいいかな。おー、大ちゃんの給食完成。個性的。全部でけ。癖が強い。じゃあそっちで立ってもらって。あ、わかりました。最悪いいの。じゃあみんなでこっちで実食しましょうかね。何してんの片付けてる。違う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 、どうぞどうぞ。いや片付けてない絶対これ。あ、大丈夫大丈夫。違うもん、だって片付けんだったら別にこっちでもいいんだもん。あ、え、こ端っこから片付けてね。デザートだけこの人自分の給食作ろうとしてるよ。いいからさ、ここも取るよ。理想の給食食べてなよ。まあちょっととりあえず、うん、食べてよっか。そう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 。さあじゃあみんなでせーので、例の言葉を言いましょうか。ご、せーの、カムサハムニだ。ん、違うんだよ。カムサハムニだ。いただきますかと思ったんだけど。じゃ、せーの、デリシャスイー。いただきます。はい、いきなりエクレアからいくのね。おかしい。どうですか、あっくん。グッド。そうだよ、だって自分の理想の給食だからね、美味しくないわけがないんですよ。今日の学校で食べた給食とどっちが美味しい？美味しいでしょ。そうだよね。だって絶対給食じゃ出ないメニューばっかりだもんね。ナナのはプチシュー除けばたまに出るかも。そっか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 。で、あっくんのままプチシュー除けばこれは絶対出ないかもな。うん、うんうん。何より俺これデパートで刺身が出ないと思う。すごい嫌な顔ですね。めちゃくちゃ唇に毛なんかついてる。他のデザートも食べたい。他のデザートも食いたい。うん。おかわりっていうものがあるんだ、給食には。そうだね。まあでも食べたかったら全然おかわりしていいと思うね。うん、わかめご飯。ああ、
なんかおかわりしに行こっかな。そう、全然全然余っちゃうのもったいないから、うん、ちょっと見に行く。うん、さあ、やったな。一月っていう、やっぱり食ってる。これどこに、すごいでしょ、デザートまであるの。これどこに、お腹の中ねえ、結構余ってたじゃん。あれ、なんかクレープは、ね、プチシューも減ってない。減ってるし、いちごタルト絶対もう一個あったし。あるよ。逆だ。ちょっとか吐き出させよう、もうちょっと。美味しい給食があって、みんな目出さない、絶対出さない。うーん、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタもお願いします。いっくんの方もよろしくね。バイ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 。